はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今回はね、カジュアル対戦の方やっていくんですけど、今日はね、ヒードラを使っていきたいなと思います。まあ、カジュアル対戦ね、結構やってて、まあ、来月のルールをね、ある程度分かってきたかなというところであるんですけど、ヒードランの対策だけ分からなかったんで、まあ、ヒードランを使います。まあ、今回使っていくヒードランが、まあ、残飯ヒードランという、まあ、ヒードラン界隈の中では、まあ、一番、まあ、テンプレートな方だと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、そんなヒードランにね、身代わりを入れてきました。まあ、このね、マグマストーム第一守る残飯は結構普通で、まあ、鬼火だったり、まあ、挑発だったり入れるんですけど、まあ、今回はね、身代わりということで使っていきたいと思います。で、このヒードランね、過去作から持ってきたんですけど、親名誰かなと思ったら、イロハさんでしたね。多分仮パクしてますね。ただ本人にはバレてないので、まあ、このままね、こいつを来月使っていこうかなと考えております。対戦相手のメガネさん、よろしくお願いします。で、まあ、これなんだけど、まあ、イルカマンがいるんで、まあ、包み投げたいよね。包み投げたいから、まあ、包みドランでいこう。まあ、包みが、まあ、不利を取る。羽ばたく神にドラン投げればいいんで、包みドランで、まあ、ラスト1体は、ランドでいいかな。まあ、サイクル回したいんで、ランドでいきましょう。対戦相手のメガネさん、よろしくお願いします。まあ、今回のね、残飯ドランに関しては、完全なサイクル型になってるんで、まあ、サイクル回す構築とね、相性がいいんですけど、ヒードランって、ね、アンドロスと同じで、割と何で使っても強いっすね。まあ、個人的には、なんか来月、改めて動画出そうかなと思ってるんだけど、直気がね、強いんじゃないかなって、思ったりもしてますね。直気強そうだよね。まあ、なんでね、来月になったらまた直気ドラン出そうと思ってるんだけど、まあ、直気も強いし、残飯も強いし、まあ、あとヒードランって何の方がいるんだろう。何でも強いと言ったけど、ランドロスほど型はないっすね。まあ、スカーフとかどうなんだろう。まあ、抜ける範囲が微妙だから、今作は何とも言えないのかな。昔だとね、なんかメガメタグロスを上から叩けるスカーフドランとかいたんですけど、まあ、今作はまあ残飯直気が主流になりそうですよね。まあね、そんなね、ドランの強い点なんですけど、まあ、ここどうしようかな。相手、誰で受けんの？ハイドロポンプ叩き込みたいんだよな。ドラン来たら嫌だし、ハイドロポンプと。でもね、ドランがマジ強い。ドラン使ってて一番強いの、ディンルー。まあ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 、イルカディンルーはね、まあディンルーというね、耐久お化けに無理やり。あ、オッケー。もう包み嫌いすぎて、ハイドロポンプ打つとき、まあ、完全に呼吸は一回止まってるんですけど、はい、まあ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 。メガネハイドロポンプでこれしか入らないんだ。いや、もう一回。もう一回打つべきなんだけど。まあ、もう一回打つべきなんだけど、あー強すぎ。ハイドロポンプという技が強い。当てる積み、最強です。はい。まあ、とりあえず、ディンルイに何もさせなかったんで、まあ、イルカマンはもうランドロスと包みで、まあ、威嚇入れつつ、コロコロしつつ、戦っていければなと。で、イルカマン、まあ、これはね、ハイドロポンプ、こだわりがバレてるんで、何打ってくるんだろうね。まあ、ウェーブタックル打ってくる可能性はあるんだけど、まあ、一回ランドでいいかな。今回ランド水テラスだったりもするんで、まあ、正直水テラスからの、まあ、クイックターンとか、打っていくのもありっちゃあり。ただ、このイルカマンが、まあ、ビルド型だった場合、ちょっと厄介なんで、まあ、そこだけは、まあ、相手のここの一手の選択を見て決めていきたい。インファイト、オッケーオッケーオッケー。で、まあ、これはね、まあ、トンボ返りでいいかな。ウェーブタックル耐えそうな気がするんだけど、まあ、イルカマンの水技読んで包みに引っ込めてもいいけど、まあ、ここでインファイト来たりすると最悪なんで、まあ、トンボ返りでいいかな。HB ランドなんで、まあ、何でも攻撃耐えると思ってるけどね。ああ、素晴らしい。素晴らしすぎるランドロス。で、しかも、まあ、インファイト打ってるし、まあ、相手のね、耐久が下がってるというのもあって、まあ、ここのトンボ返りは、まあ、そこそこいいダメージが入るんじゃないかなと思います。はい、ナイス。まあ、今のところね、まあ、ドランの動画を撮ると言いつつ、まあ、ドランがね、何も活躍してないんですけど、まあ、ラスト1体多分ドラン、ね、いけんじゃない？わかんないけど。まあ、ドランはね、炎鋼ってタイプが強いよね。うん、まあ、フェアリーに対して強いから、幅紙とか、あとはサーフ号とか。まあ、サーフ号もね、まあ、ドランがいるせいで、確実になんか今までより強くなくなるんだけど、まあ、クレセリアとかいう存在がね、まあ、厄介だったりもするんで、はい、ジェットパンチで削ってくる。まあ、ドランの存在、サーフはちょっと減るけど、まあ、完全には消えないかなと思ってます。まあ、あと、もらえびも強いよね。うん。あと、ま、地面技が4倍っていうところをテラスパル環境のおかげで改善できると。はい。まあ、そこもかなり、優秀ですかね。はい、で、まあ、ここは、エナジー、これね、全然負けれる。ま、ドランがね、羽ばたく神に滅法強いと言いました。ただ、昨日、地面テラス、
幅紙に当たったんですよ。で、まあ、今日からドラ初めて使うんで、まあ、地面テラス身代わりとかで、まあ、巨人の 塩漬けを身代わりが耐えて、まあ、起点にするやつかなと思ってたんですけど、うん、まあ、冷静にもしかするとは硬すぎシーダウンしてしまう。まあいいかな、瞑想でも、瞑想でもギリ耐えでしょ。これ地面テラスとかだと全然負けれるぞドラン。お前にヘビーボンバーを入れなければいけないのか。まあ、とりあえずマグマストームで。待って、ガチで言ってんのか。ガチで言ってるならやめてくれ。地面テラスとガチなのか。ガチなんだー、ガチドラン。おい、一戦目で出落ちするのか。おい、嘘だよな。ああ嘘だよな、嘘だと言ってくれ。いや、でも耐えるでしょ。いやー、ドラン、ドラン、お前、うわー、皆さんも注意しましょう。これ負けだよな、お前負けじゃねえかよ。待って、いやでも水テラスはさ切れないよね、シーダウンして。ちょっと待って、負けなのかこの試合。おい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 、テラスタル環境でドラン強化されたって言ったやついたな。逆だよ、逆なのかもしれない、逆だったかもしれない。待って、なんかない、いや無理だな。まあランドが耐えて岩石入れるとかでハイポン、まあないじゃん、フリドラしかないから、ちょっと頼む、なんかなんかの間違いで耐えてくれ。え、まあ、シャドウ、ちょっと、あ、まあ、鋼テラスケアだよね、耐えろ。あれ羽ばたく神が三立てってこと、まあ、三立てってことだよな。フリドラ、まあ、落ちないしな。まあ、ハイポー打つか。ちょ、まあまあ耐えないんですけどね。え、シャドウボールだ。相手鋼テラスケアしすぎ。耐えた、1耐えた、当てれるか。皆さんもこれ守ってよかったか。いやでもなんか身代わり瞑想とか考えるとさ、守る余裕なかった。いやまあ結果論守る、結果論は守るだったけど、あ、まあこれはちょっとあれはドランの弱いところが一戦目で出ましたね。はい、皆さんも地面テラス神にはマジで気をつけてください。これ相手がなんか鋼テラスを、俺が全くテラス切らないから鋼テラスを警戒してくれただけで、まあ、本来負け試合でしたね。メガネさんありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。タカさん、対戦よろしくお願いいたします。2戦目はね、ちょっとね、まあ、羽ばたく神にドラン投げていいのかちょっと怖いところではありますが、いや、ありますな、ありますなってなっちゃった。あるんですけど、え、あるな、投げちゃいけないのかな、怖すぎるな。ちょっとドラーンの動画撮ってる最中なんですけど、まあ、ドランはね、投げたいんだよね、ドランは。どうしようかな、選出。まあ、選出がね、非常に難しい。まあ、包み投げたいな、包み投げたい。てか、ウーラオスの刺さりいいから、ウーラオス、ドラン、いや、誰にしようかな、ラスト1体。ドランドで行くか。はい、ウーラオスサンダー。あ、やばい、これ、相手の裏の、まずいな、ちょっと相手の裏のウーラオスに破壊されるな。ちょ、裏のっていうか、初手から来たウーラオスにも、サンダー投げなきゃいけなかったわ。これ、レジエレキのせいだわ。いや、もう、このルールむずすぎる。レジエレキがさ、おー、レジエレキのせいだ。レジエレキ見てサンダーな、パワー高すぎる。ちょっと戦術が、マジまとまなかったわ。お前のせいなんだよ、レジエレキ。本当にさ、レジで、まあ、結果的に正解。結果的に正解。結果的に、これは正解の選択は選べた。うん。いや、これレジエレキさ、やばいなぁ、めんどくさいな、ほんとに。まあ、レジエレキってなんか氷テラバーストもあるからね、ランドで見れないんですけど、まあ、もやランド投げないと、10万ボルト打たれてるだけで終わるっていうね、その地面枠がランドの公式あるあるレジエレキで終わりがちなんだよね。ディンルートがガチグマ使ってたら結構余裕、まあ、余裕ではあるんだけど、10万 OKOKOK。で、ここよ、みんな。気をつけなきゃいけないのが、ランドドランの相性を使っていこうのかい。まあ、結構メガネ、まあ、10万だったら水流、おっと、なんか匂うぞ、これ。これもさ、匂うんだよ。ちょ、水やめてね、水は。氷が、
そっちか。まあ、そっちならいいか。そっちならランド投げるわ。そっちならランド投げてステロマイトおく。そっちならね。はいはいはい。まあ麻痺とかね、まあドランで多分 HD ベースなんで、まあいけるとは思うんだけど。壁爆発でしょ。で罪ポケモンが来る。で罪ポケモンが誰なのか、まあパオジアンとかかな。でまあタスキウーラ残ってるし、ウーラはね壁をね貫通できるっていうね。はいはいはい。まあこれは一角二回入ってるんで、もうミリしか入んないし、入んないっすよ。はい、噛んでしまいましたが、ミリ。はい、ランドロス、ランドロスなんで使っても強いな、本当に素晴らしいな。ランドロスとりあえずなんかスカーフ、ハチマキ、HB 持ってきたけど全部強いっすね。うん、だからでも俺的に使いやすいのは HB だな。まあ、別に HB って環境に刺さってはないんだけど、単純に使いやすいですね。でガチグマでしょ。ガチグマ全然いい、全然いい。これはもう空元気でね、全てをぶち抜いていこうなんだけど、全然違かったわ。待って、これビルドとかあんの。まあいいや、一回ここはね、トンボ返り、トンボ返り。まあ安定はウーラ、ただここはあえての守る。これで空元気発動か。いやちょっとそれはね難しくなってきたな。いや空元気でいいと思ってるんだけど、いやここで地震撃たれた時がちょっとというか、まあ、かなりやばいですね。まあ一回地震でもよかったけど、ランドに地震、トンボ返り見たんだけど、見たけどこれで相手にして打ち分けできるランドロスってなってるから、まあ地震とかもね可能性としてはある。で、まあ、相手のラスト1体ウーラオス読まないんだったら、まあ、ここでウーラ投げるのが、まあ、一番安定なんだよね。いやウーラ投げるかな、どうしよっかな。ウーラを硬すぎる。まあ、ウーラ投げるか投げないかみたいな話になってくるんですけど、まあ、ガチグマの空元気型ってね、 HB ランドロス入りに投げるのあんま強くないからね。いやどうしよっかな。ドラン捨てて、いやでもこのなんかドランランドってこの2体残ってて強いみたいなところがかなりあるんだよね。いや自信打たないならな、ドラン投げたいけど、ちょっとドラン投げちゃおう。許してほしい。ドラン投げちゃうけど許してほしい。投げつける火炎玉、それは焼けないよ。それはこれもらい火発動しない点だけちょっと残念だけど、それはね効かないよ。うん、まあ相手してもな、ドラン投げんのリスクあるだろっていうところの選択肢取ってきたと思うんだけど、相手のラストが何か分かってない状態でね、一匹失うのあんまりやりたくないんだよな。まあ守ります。で、これね、まあ威嚇入れるのが安定の選択肢ではあるよね。はい、空元気。まあ、空元気安定だね。まあ壁割れるまで、守みがでいいんだよな。強ドラン。守みがドラン。なんかこの試合も別にドランの全性能を見せれてるわけじゃないけど、なんかドランとかランドってなーなーで強いんだよな。難しいな。まあ、壁ターンを枯らす動きもできなんかもう本当にドラン強いわ。ドランランド、いやむずいなこれ。ランドはでもいらないんだけど、空元気がちょありえないぐらい入るからな。ちょ一回身代わりするわ。でこの身代わりの理由は、あのランド投げても地震で倒せないんですよ、壁が枯れてないから。でそうなった時にタクが発生するというか、まあ、トンボ返り打つのかどうなのかっていうタクが発生するから、まあ、とりあえず壁ターンからす動き取ってっていいかな。これだよな、このニックネームゴキブロスってヒードランなんだけど、このなんかいやらしい感じがやっぱヒードランだよね。まあ、直帰とか、そう、メガネだ。メガネとかも強いけど、やっぱヒードランって、これなんだよな。身代わり。投げつける、空元気、地震、あと一個なんだ。ガチグマの根性空元気、俺弱いと思ってるから全然考察しないけど、まあ、とりあえず守っていいんじゃない？これで結局削れていくからね。なんか、確かに絡めてを粉砕できる火力、ガチグマにはあるんだけど、まあ、あるけど、まあ上から守りがされてるだけで結局なんだよな。そこがちょっと弱いかなっていうのは思いますね。で、まあランド引きでいいかな。リフレクなくなったしね。
まあなんかワンチャン身代わり打ってくる、地震打ってくる可能性まで生まれたから、その部が良くなるのも含めて守りがちょっとドランが椅子あるよっていう意思表示をしておく。で相手はなんかその牽制でさっき地震打ってきたから、まあ空元気が濃厚ではあるんだけど、強っ。だってこれどうしようかな。まあラス1ドランで、まあ、残したいんだよな、めちゃめちゃ残したいんだけど、まあ、ランド切るのかウーラ、まあ、ウーラ残しておけば基本負けないからな、ここはね。まあ、地震でいいわ。うん、トンボからのドラン地震打たれたらきついから、で地震 30% ぐらい入るでしょ。うん、オッケー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 、まあそうだよね、オッケー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 。でトンボ返りからドラン着地、これでドランの食べ残し回復を狙っていけるし、相手のラスインチに対してランドロスを取っとくことでランドロスの威嚇も入れることができると。え、これもドランランド本当にライエズが楽しみすぎるって。もう地面テラス神だけやめてください。ドラン最強だわ、体勢が良すぎる。で残飯投げて回復、なんてことだなんてことなんだこのポケモン強いなあ。まあランドが強いのはもちろん、ドランもやっぱ使いやすいっすね。一回も攻撃しないけどね。うん、でこれで地面テラス神までケアできてますよと。 OK、 連撃ウラス取っときます。今回こそ皆さん大丈夫です。だドランが神に負けないようにするためには、やはり、まあ、しっかりとテラスを事前に切らせておくか、まあ、裏に、まあ、パオジアンとか、まあ、地面タイプに耐性つけたいよね。うん、アタッカーがそこら辺は、ね、意識してやっていくのが強いかなと。はい、シャドーボール、それは全然入らない。いい、これはねもう思ってる入るな、 D ダウンするな。ちょ、ドラン回だからね。 OK、 当ててくれるならいいでしょう。はい、てかマグマストームってさ良くないよな。炎の渦の完全常用感だからね。まあ、弱いわけない。ただ、まあ、4倍弱点ポケモンあるある、テラス奇襲されるとは言いつつも、ドドゲザンだって環境トップにいたし、バンギはそもそも、まあ、あんまり強くないから置いといて、まあ、ドドゲザンがねトップに居続けたっていうのが、まあ、証明してるわ。はい、守るで、まあ、瞑想合わされてもいいです。はいはい、シャドーボール、まあ、D ダウンされても耐えるでしょう。なんかこのドラン、パオジアンのハチマキ聖剣台残り HD 穏やかなんだけど、なんか HD 特化でもいいのかな。ちょっとね俺たちのドランほど硬くない。まあ、前作ってまあサンダー受けだったから HD 使ってたけど、まあ、ちょっとね、いや、まあ、でも十分硬いけどな。まあ、あとはもう大地で締めましょう。まあ、これが急所に当たったりしない限りは D ダウンしててもドラン余裕。うっつっ、ね、なんかこのドラン、なんかちょっと時間が足りないですねこのドランは。はい、いろはさんからね、お借りさせていただいてるんですけれども、はい、3年4年間ぐらい対戦相手のタカさん、ありがとうございました。まあ、ということでね、本日はドラン使ったんですけど、まあ、1試合目は、まあ、ドランの悪い点というか、まあ、テラスタルなんで、そういう4倍弱点はやっぱ難しいよっていうのを見せつつ、2試合目ではね、サイクル適性が高く、ランドロスとも相性が良く、神に対しては基本的に D ダウン急所をもらっても対面余裕ですよ、なんなら後出しもいけますよというのをね、見せることができたんじゃないかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。